さあ、ゴールデンウィーク最終。5月3日から5日の、佐々木智也、プロ野球全試合総チェックなんですけども、ゴールデンウィークですね、うちの子供たちもですね、休みでですね、ちょっとそこのね、子供たちの時間を優先的に過ごしましてですね、ちょっと見れてない試合もあります。そこは、ご了承ください。なんとか空いてる時間で、見えるところは見たりとかですね、やって、この総チェックに、臨みたいと思いますけども、皆さんゴールデンウィークどうでしたか？佐々木はそんな感じで、子供たちを見ながら、過ごしましたけども、できる範囲でやっております。皆さんぜひ見てください、もしくは教えてください。皆さんと教えられながら作っていくのが佐々木チャンネルです。あ、そうです、忘れてましたけども、今日木曜日ということですね。今日はゴールデンウィークで試合がないので、この総チェック出しますけども、通常やってある、佐々木チャンネル内袴田チャンネル明日配信します。先週のですね、気配斬りをですね、続編が明日投稿になります。もしですね、まだ、ご覧になってない方はですね、概要欄に貼っておきますので、気配斬り、ぜひ面白いので、暇つぶしにでも笑いながら見てください。さあ、まずはじめに、5月3日、西武対オリックス。5月3日、3対6でオリックス。4日、6対6で引き分け。そして5日、6対2で西武の勝ち。1勝1敗の引き分けということで、ゴールデンウィークで考えてみると、西武は2週間、27から考えると4勝3敗1分けを1つの勝ち越し。まあなんとか踏ん張りますね。オリックスは3勝2敗3分けということで1つの勝ち越し。お、もうオリックスもね、状態上がってきたんじゃないですかね。さあということで、5月3日、3対6、オリックスの勝ちということでしたけど、西武、初先発、ダーモディ。5回89球5安打3三振3四球無失点と、ちょっと右バッターにね、結構チェンジアップだと、もう多分5割以上チェンジアップ投げてましたね。で、5回表にね、杉本への、スライダーの三振、あとロメロへのスライダーのショートゴロ、これもっと使えばね、さらに配球がね、増えていくっていうところと、あとはね、こうキャンプオープン戦と過ごしてないんで、こうなかなかね、キャッチャーの方もリード難しいと。まあ、ここからね、いろんなことをコミュニケーション取りながら勉強しながら配球していくんで、ちょっとスライダー増えると思いますけども、ちょっと右バッターにチェンジアップね、多投しすぎかなと。もしこれがね、次回以降も続くようだったら、それ狙われるっていう可能性もあるんでね、もうちょっとこのスライダー、結構いいところに決まってたんで、非常に、有効的に使えば面白いんじゃないのかなと、思いました。で、オリックスはね、宮城、1兆円からの復帰ということで、腕の振りもグッドで安心感安定感抜群。グッド。あのスローカーブのあの腕の振りがすごいよね。もうオリックスのね、星の3割のいい形の緩急つけて、で結局ね、右バッターのアウトコース中心でインコースを意識しないところでついたりしながら、両コース使いながら非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で、西武はね、じゃあつきなかったなと。もう7回裏の話しましょうか。3ボール2ストライクからワンアウト満塁でウーネンティンね、レフト線逆転かっていうね、一打、ファール、ね、リクエスト、ファール。まあね、あの前回のオリックスのね、あの大城、そして山足の守備の時にね、言いましたけどもですね、絶対的な判定の覆る映像っていうのがなかったら、そのリクエストでひっくり返らないんですよね。映像、まあ僕が見た映像で言うともう2回目しかないんですよね。あのホームバックレット裏からの一つね、もうそれはもうあの一塁三塁側のブルペンのドアが全く邪魔して落下点すら見えない。でもう一つがセンターカメラ、バックスクリーン側からのカメラからで、その映像はあれひょっとしたらオンラインかなぽいなけども、絶対かって言われると分かんないということで判定が変わらないね。オリックスはね、前回行ってこいかなっていうところもありましたけども、まあ西武としてはね、ちょっと隙がない。もう対策法は2つです。昔みたいに、レフトとライトに線芯をつける。まあ日本シリーズなんかでやってますね。それか、カメラの台数を増やす。もうこれしかないです。まあ人件費とかも考えたらね、どっちもどっちでお金もいるんですけども、もうこの2つしかないかな。映像がね、撮れてなかったら、審判もね、反対の、出しにくい。しかも絶対かっていうね。怪しいなはある。でも絶対かって言われると絶対じゃないっていうところでね、でその後まあ三振してね、結局得点に至らずっていうところはね、ちょっとアンラッキーだったかなと。オリックスはね、8回表2アウト2、3塁で宗、ランニングホームラングワーッツ上がってきた状態、宗がね、まあセンターに金子ね、チャレンジした、しかも大きくスライス、
してダイビングして届かず、でもあの時はチャレンジは仕方ない、思い切っていってね、勝負どころだったし、あれを取ってればっていうところもあったんでね、まああれがね、不運に、あれまっすぐ来たら取れたけど、ぐわーってスライスしたことによってね、ちょっと反応しきれずっていうところでしたけど、あのチャレンジはね、非常に良かったと思います。6回表、ピッチャー宮がバーッと、ちょっと意識が低いね。まあ、状態が悪いっていうのもあるけどね、調子が上がらないっていうところもあるけども、長川に対してね、真ん中のカーブでレフト前。で、ジョーンズもフォークボール真ん中に打って、それレフト前ね。で、頓宮にインコース狙ったらストレートが逆球になって、それホームランでスリーランっていうところで、まあ、4日もね、失点してるんで、まあね、あの、増田も、登録抹消されて、中継ぎがバタバタした中、ちょっと宮川にね、頑張ってもらわなきゃいけないっていう、思いはね、ファンの皆さんも強いかもわかんないですけども、ちょっと状態悪いのと、ちょっと意識、もうちょっと意識も必要かなと。まあそれによってね、フォアボール出してしまうんで、もう甘めに投げてっていう気持ちもすごい理解できるけど、この悪循環が続けば、ちょっと厳しい状態が続くのかなっていうところでね、まあ役割分担変えるとか、もしくは再調整するとかっていうね、処置も必要なんじゃないのかなと、思いました。で5月4日ね、6対6で、引き分けっていうところでしたけども、ここはですね、佐々木、試合ちょっと見れてません。まあ、乱打戦だったなっていう。で、このね、結果だけで見ていくとですね、森脇がね、ピンチ作りながらも、まあ、その前の試合ね、あの、打たれちゃったっていうのはあるんだけども、復帰初戦でね。でもやっぱり2試合続けてはっていうところでピンチつけてね、あ、バタバタするかなっていうところで、しっかり抑えれたっていうところは非常に良かったなと思うし、ロメロがね、オリックス復帰と1号、ガーツ、ね、ナイスバッティングっていうところもありますし、まあ、なんとかね、引き分けたかなと。オリックスもね、終盤の粘りっていうのは非常に良かったかなと思いますし、まあこのね、戦いぶり、ね、正直見たかった試合。でもね、見れなかったんで、すいません。ね。はい、続いて、5月5日、6対2で西武の勝ち。ね。オリックス山本、6回3分の1、120球、被安打10、自己ワースト。で、6三振、2四球、5失点とね。この試合はね、コントロールがちょっと甘かったかなと。まあ甘めに入った。でもそこをね、しっかり見逃さず、西武打線がね、仕留めたっていうところは、グッド。さすがです。まあ、西武ね、初回若林、甘めに入ったところね、先頭からツーベース打って、で源田バントで遅れず結果三振で、森がね三振、ここでツーアウト、ここで多分ここキーポイント、いきなりの、あのここで抑えられてたら西武もちょっといったかもわかんないけども、中村があのフォアボールを選ん でそこワイルドピッチ、トンコンもねあったけどね、まあ、ちょっと前に転がってるからいいかな、でもちょっと構えるの遅いね。で、ツーアウト一三塁になって、栗山がね、まだ甘めに入ったところ、センター前、タイムリー。ね。で、3回、源田ツーベース、森、セカンドゴロ、進塁打。ガーッツ。こういうとこ大事。クリーンアップでもしっかり進塁打打つ。しかも相手がエース、そんな連打がないっていうところで、そういうところをしっかりするっていうのは素晴らしいバッティング。で、その後ね、中村、ライト前、タイムリー。ね。で、5回、ワンアウトから源田セーフティー。ガーッツ。うまかった。で、森がね、レフトフライ。で、盗塁、トング悪送球、バーッと。もう、握れてないね。しかも慌てててね。で、三塁へ行って、中村がしっかりレフトへのタイムリー。で、7回、金子ライト前、で、源田、スリーベース、いっちゃって。ね。ここで、ピッチャー交代で、ケース続き、で、森がホームラン。ぐわーっと。これでね、あの勝負あったかなっていうような展開にも見えましたけども、まあ、ミスもね、つきながら、セーフティーとか入れながら、しっかりね、攻略した、エース山本を攻略したっていうところでは、西武打線、非常に良かったんじゃないのかなと。あとね、気になったのは8回から9回、1回3分の1、平のね、買いまたぎでセーブ。ぐわーっと。まあ、行くしかないね。もう、ギャレットはその前の試合でね、あの、ボール当てて投げられない。増田が抹消。で、まあ、森脇もね、前日抑えたって言っても、まずちょっと、っていうところもあるし、宮川もバタバタしてる。行くしかない。ね、本当はさしたくない。長丁場。気持ちはわかります。でも行くしかないっていうところで、平、ぐわーっと。セーブ選抜ね、今井。7回3分の2、124球、6安打5三振、4四球、2失点っていうところで、まあ、このね、フォアボール5個出せなかったら OK かっていう、勝手に里崎ラインをつけようかなと。あの、あんまりね、ストライク取りに行きすぎて腕の振りが鈍くなるとね、今井のこのいいところっていうのがね、削られてなくなってしまうんで、もう4個まではセーフっていうラインで今後今井を見ていこうかなと思ってます。フォアボール無四球は、まあ、無理よ。まあ、できたらいいけどね。そういったところを見ながら、ちょっと次回の登板もね、チェックしますけど、今回、グッピッチ。で、オリックスね、まあ、得点にはならなかったんだけども、ロメロのスリーベース、全力疾走。グワーッと。ね、ちょっと、レフトセンターがバタバタしたけども、その隙をついて、しっかりね、三塁まで行くっていう、あの走塁ね、得点、あれをね、オリックスは得点にね、つなげたかった。でも、得点にね、つながらなくても、ああいう姿勢は、グワーッと。
ナイスオール。でもね、西武も山本にね、しっかり、勝ったっていうところは非常にいいしですね。やっぱりね、この何がいいかっていうとね、4日の試合もそうなんだけども、下位打線のウデンティン、愛と山田、これがいいのよ。最近の、里崎チェック、この3人の下位打線を見るのが非常に楽しみです。昨日の試合も愛と山田が1安打、ウデンティンはね、ちょっと打ってませんけども。で、このね、上位からの若林、このつながりよ。ちょっと若獅子たちの頑張りね、しかも山田結構守備もいいしね、非常に面白い活躍ね、ここで粘り強く戦って勝ってね、いけるように、しかも山川もね、2軍の試合でホームランも打ってましたし、そういったところでね、出てくるっていうところで層がね、厚くなってくるのかなと。あとは、もうオリックスは、里崎おすすめは、これですよ。試合見てないんでね、感想だけ喋りますね。それはもう、杉本、4番よ。ドラフト10位よ。徳島県よ。3割3分7厘。このまま。この吉、でもね、吉田が、4日の試合も5打数4安打3打点打って、その後杉本5打数3安打っていうね、こういったこのつながりのクリーンアップ、やっぱ吉田の後ろをね、誰が打つかっていうところが非常に大事になってくるんで、ここでね、杉本の頑張りっていうのは非常にね、いい形になってるんで、期待したいですよね。さあ、続いて、ソフトバンク対楽天。5月3日7対4で楽天。4日6対4でソフトバンク。そして5日5対5の引き分け。1勝1敗1分け。こちらもね、タイというところで。さあ、ゴールデンウィーク、ソフトバンク3勝5敗1分け。お、借金に。ちょっとね、このゴールデンウィーク苦労したかなと。続いて楽天は3勝2敗3分け。勝ち越し1つ。ね。引き分けが多いけど、まあ勝ち越したっていうところはね、非常に良かったかなと。さあ、ということで。5月3日、7対4でね、楽天の、勝ちというところでしたけど、ソフトバンクね、2歩。4回までは、グッピッチ。ね。5回、ちょっとね、踏み込みが弱くなったんちゃうかっていう、ここね、皆さん、もし試合見れたら見てください。4回までは、グッて踏み込んで、ガッて投げてるんですけど、5回、ふわってなるんですよ。若干ね、これが、ちょっと気に立った。だそこが体力的な問題なのか何なのかわかんないですけども、で、そこの踏み込みがね、グワッて行った時は、グワッて行くんで、そのままラインで低めに行くんですけど、踏み込みがふわっとなるから、ふわってなって、ちょっと高めに行く。そこをね、通打されたっていうね、ところはあるんじゃないのかなと。だからそこ、ちょっと皆さん、もし見れたらね、ちょっと見てみて、確認してみてください。で、それの踏み込みがね、弱くなったかなと思ったね、5回表、ワンアウトからね、下妻、ツーシームがね、ライト前、初球をね、打たれて、で、次、小深田、ツーシーム、ライト前、もうここら辺からね、高いのよ。で、鈴木大地が、まあ、高めのスライダーだけど、ポップフライね、セカンドフライで打ち取って、で、そして、浅村、初球のスライダー、浮いたところ、センターオーバー、ツーベース、タイムリーね。で、その後、島内のね、フォークボールも、浮いたところをそこ仕留め切られるっていうところで、3失点。こういったところで、若干このね、浮いたところが、仕留められたかなっていうね、その踏み込みのちょっと弱さね、そこはどうなのかなっていうところを次のね、もし登板に向けては修正していかないといけないところかなと。あと楽天滝中はね、初回3失点するもね、まあ2回以降は完璧なピッチング。ガッツ。ね、右にはストレートカット。で、左にはね、ストレートシンカー、チェンジアップっていうところをね、まあ使いながら攻めていけたかなと。いい形でね、まあ初回バタバタいくかなと思いましたけど、それ以降ね、しっかり修正できたっていうところは、グッポイント。ね。日本海表、ランナー一塁ね、浅村、ワンアウト一塁から、ディクソンがね、サードゴロエラー。ここでね、まあ、マッチね、バットまでいかないよ。そんな簡単じゃなかったかな。まあ、取ってあげたかったね。っていうところはありますけども、ここで一番良かったのはね、ファーストランナー浅村、三塁へ走塁、グッド。そういう隙のね、見せない走塁っていうのは非常に良かったかなと。で、その後ね、岡島のセカンドゴロで一打点。これね、走塁が生きた。あれね、多分行ってなかったら、点入ってなかったかもしれない。そういったね、相手のミスをついて、より一つの塁っていうね、この浅村の走塁っていうのは非常にグッポイントでしたね。まあ、こういうというところでね、中盤以降の戦いっていうところのね、このミスなく、トントンっていけたっていうところも、非常にね、楽天が、いい形で攻めれたなっていうところもありますし、まあ、このね、中継ぎ陣、福山、孫、酒井、松井、まあ、酒井1失点しましたけど、まあ、なんとかね、この滝中、あと滝中ね、5回まで投げれたっていうのは非常に大きかったかなと思いますし、まあね、ソフトバンクはね、もう加山がね、まあ、打たれて失点っていうところありますけど、フォアボールも出して、まあ、加山が打たれたら仕方ないかなっていうね、ところもあります。そして、続いて5月4日、6対4でソフトバンクの勝ちっていうところでしたけども、この試合、見れてません。ね。基本5月4日の試合、ちょっと見れてません。モイネロ、守護神してます。でも、この試合はソフトバンクの中継ぎ陣頑張ったね。高橋、津森、加山、岩崎、
ね、モイネロ、ね、非常にいい活躍。岸がね、最近ちょっと調子悪いのかどうしたのかな。これ見てね、チェックしたかったですけど、見れてません。すいません。さあ、続いて、5月5日、5対5の引き分けになりましたけども、ソフトバンク、上林、今季初スタメン、1番、活躍、グーッツ、ビッググー素晴らしい。ね。こういったところでね、まあ、デスバイに抹消されてっていうね、これ上がってきた時にしっかり活躍してくれたらね、その、2軍の監督、コーチも嬉しいし、ね、工藤監督も使ったね、コーチも非常にね、嬉しい、素晴らしい活躍だったんじゃないのかなと。で、楽天先発ね、則本は力あった。ストレートにね、力あったけども、ちょっと球高かったかなと。まあそこをね、一目切られたかなと。まずね、上林だけのことで言うと、1打席目ね、高めのストレート、サードファールぐらい。2打席目、今度同じような高めのストレートをしっかりね、上から被せて、センターがツーベースね。で、3打席目、ストレート引っ張り込んで、ホームラン。で、4打席目、ソンに代わってね、スライダー三振するけども、5打席目、松井のスライダー、同点のね、レフトタイムリーっていうね。非常に素晴らしい活躍でした。まあ、その中でね、ソフトバンク3回裏、ワンアウトからね、シュート、1球目から6球まで全部セーフティーの構え、セーフティーの構えして、まあ、2球目ファールしたり、5球目空振りしたりね、なかなか決まらずっていうところで、そこからヒッティングに変えて7球目、センター前。で、その後、上林が、先ほど言ったね、2打席目の高めのストレートをね、センターオーバータイムリーツーベース。グワンツ。シュートは最近セーフティーとかいろいろ絡めながら、なんとかしてっていうね、この打率がちょっと上がらない時でも、こういった姿勢ね、非常に素晴らしいなと思います。で、その後もね、5回裏シュート、今度セーフティー、ファースト側にね、で、セカンド、浅村が入りきれず、セーフになったけども、その前の打席もずっとセーフティーしてて、ここもセーフティーするって、相手からしたらちょっと、うってなるんで、ちょっとその出足のね、一歩が遅れたことによって、浅村のね、ファーストベース入るのが遅れてしまったのかなと。で、その後ね、すぐさま盗塁して、で、上林のホームラン、ガーッて。この9番から1番の絡みがえげつないこの試合ね。で、9回裏ね、ピッチャー松井、これね、2つのフォアボール痛かったね、松井バッと。これが多分なかったら勝ってたね。この2つのフォアボールで最後上林にスライダーをね、レフトへタイムリーね、打ったっていうところで、このもったいなかったなっていうところはありますね。で、楽天はね、2回表の攻撃、ワンアウト1、3塁でね、太田しっかりね、振り切れてるから詰まりながらもレフトへタイムリー打つっていうのは非常にね、あるバッティング良かったね。ああいうところをね、しっかり最後まで振り切るっていうところが大事です。で、鈴木大地ね、5打数2安打3打点と、大地が上がってくればね、もっと打線の活性化して、やっぱり大地が打つとね、いい得点増えるっていうところはね、あるかなっていう感じに見えました。まあこのね、上林の活躍でソフトバンクはね、勝ちたかったところでしたけども、結果5対5の引き分けになりました。さあ、続いてセリーグ、中日対 DeNA、5月3日2対1で DeNA、5月4日8対4で中日、5月5日、0対4で DeNA、勝ち越し !DeNA、3カード連続勝ち越しじゃない？ DeNA はゴールデンウィーク1、2、3、4、5、6勝3敗。グワーッツ上がってきたね。で、ドラゴンズ、5勝3敗。貯金に、グワーッツゴールデンウィークね、いい形で両チームも戦えたんじゃないのかなと。まあ、その中で、5月3日、1対2で DeNA。DeNA ね、ピープルズ、ストレート、ツーシーム、カットボール、チェンジアップ。6回92球4安打5三振、無四球無失点。こんなに良かったっけっていうぐらい、グッピッチング。去年のピッチング見たら、こんなに良かったかなっていうような感じに見えましたけども、次回登板もすごい楽しみに見たいなと。本当低いわ、コントロールあるわ、力あるわっていうね。なかなかあれはね、打ち崩すの難しいかなと思うような素晴らしいピッチングでしたね。で、中日、今季初めます。梅津。佐々木、一押しの梅津。5回81球、2安打4三振、2四球、1デッドボール、1失点と。ピッチング見た、もう感想は、あんなに荒々しかったかなと。もっとなんかスマートに投げてたような印象あったけども、もう全力投球で剛腕みたいな感じで、荒々しいピッチング、パワフルっていうね。で、ストレート、スライダー、フォークと、グッピッチング。ね。非常に、初登板としては良かったかなと。あとちょっとモデルチェンジなのかな、去年のうろ覚えな感じだと、あんなパワフルな感じじゃなかったけど、すっごいパワフルな感じで、まあ、あれはあれでね、いいなと思いました。あとはもうね、ドラゴンズ、もうミスがね、命取り、こんなもうロースコアの展開になってくるとね、2回表、ワンアウトからね、牧、センター前、大島、中途半端に突っ込んできたファンブル。あれは、バッと。ね。で、二塁へ行かれてね、失点しなかったけど、バッとです。まあ、そこは梅津がね、しっかり踏ん張ったかなと。で、3回表ね、先頭、ピープルズ。高松セカンドエラーバーンと、普通どころよあれは。でその後ね、桑原フォアボールで、大和のバントで、オースティンセカンドゴロで石立てね、
で7回表、もし一塁で山下のバント高橋突っ込んできて祖父江取ると思って避けてで誰も取らないバッとどうした高橋もちょっと突っ込んで、ね、行き過ぎた感あるけどもコミュニケーション声しかもそんなお客さん今満杯入ってないんだから声でノーアウト一塁になって桑原スリーバント失敗バッと無得点2対0からそこもう3点目行きたかったところでそのバントしっかり決めようよね、まあ、結果ねあの DeNA が勝ったけどもあとちょっとドラゴンズねもったいなかったなっていうでもねピープルズの素晴らしいピッチングここはなかなかね厳しかったかなっていうような試合展開見えましたね。で5月4日試合見れてないんですけども8対4で中日の勝ち3回でね経過だけ見ました。3回で勝負張りね、ネオ満塁ホームランビッグゴーツいやー素晴らしいですね。満塁ホームランでね。DeNA もね、外のスリーランっていうね、王道、4対0から王道どうしたみたいな感じでね、でちょっと空気悪い中、その後ネオがホームランっていうのは非常に、いいタイミングのね、大きい一発だったかなと。で、昨日の試合、5対5、0対4でね、ドラゴンズの、負け、ね、DeNA の勝ちということで、まあ中日勝つのね、ちょっと立ち上がり、制球、ちょっと甘かったかなと。まあ尻上がりでね、良くなったんで、非常にそこを持ち返したっていうのはね、良かったかなと思いますし、DeNA 浜口、低めきっちり、グッピッチン、ストレートチェンジアップ低い、いい時のね、浜口が出てきたかなと、非常にね、素晴らしい腕の振りも良かったし、ストライク先行で勝負しながら低めにつけたっていうのは非常に良かったんじゃないのかなと。7回もで、佐野、レフトオーバー、ツーベース、ネオ、目測誤ったかな若干ちょっと前気味に来て後ろかなちょっと万歳気味かなちょっとあそこ、まあそんな簡単じゃないけど、取れたね。あれは、ちょっと目測誤ったね。で、その後、牧のサードバンド、高橋、ファーストで良かったんじゃない？あれでサードはむずいよ。無理です。ファーストで良かったんじゃないのかなと。ちょっとこの二人のね、判断ミスだね。判断ミス。ね、技術とかじゃ判断ミスっていうところがね。で、その後、外ね、ライトフライ。で、宮崎敬遠して、峯井三振。おーっと、ここ踏ん張るかっていうところで、代打桑原ね、ライト前、タイムリー。これね、打たれたことよりも、3-1にしたのが、まずかったね。これ3ボール1ストライクにしなかったらいけてたかも分かんない。でもこの3ボール1ストライクにしたことによって、まあ、桑原がねいいバッティングできたっていう、あとはそこまでのカウントにねした桑原っていうところも素晴らしかったと思いますけども、2点タイムリーで、その後代打山下レフトへのねタイムリーグワッツ桑原山下くんってね、こういうこの少ないチャンスをものにしたっていうところは大きかったし、ドラゴンとしてはこのねミスっていうところが失点につながってね、非常にもったいない試合展開だったかなと。あとこのね、桑原の打球もね、ガーバ、ダイビングね、取れなかったけど、グッド。しかもあれね、あのまま後ろ行ってもおかしくなかったら、そこ取れなかったけど、それ飛べたっていうところもね、非常にプレーとしては、素晴らしかったかなと思います。ドラゴンズはね、この3日と5日の試合、ちょっとミスがね、命取りになったかなっていうところもあるし、DeNA はね、この開幕当初、相手がミスしてもそこつけなかったんだけども、こうやってミスしてそこをつけて、得点に絡めて、あとしっかり頑張るっていうところでね、非常にいい形ができたんじゃないのかなと。あとやっぱりね、DeNA がね、最近、状態いいところでね、一つの、要素としてはやっぱ後ろのねピッチャーの安定感安心感っていう、昨日の試合もねエスコバー山崎三島っていうところが、ちょっと山崎ね2安打打たれましたけど、これ0点でね踏ん張るっていうところが非常に大きいんで、このエスコバーがね帰ってきたっていうところと山崎の状態上がってるねで三島っていうところ、この非常にねいい形の後ろができたっていうところもね、最近のこのカード勝ち越しにつながってるんじゃないかなというような試合にね見えました。結果2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。さあ続いて、ヤクルト対阪神、ここは2試合です。はい。5月4日、5対11で阪神の勝ち。で、5月5日、2対2で、引き分け。結果、1勝1分けで阪神の勝ち越し。ゴールデンウィークで言えば、阪神は4勝2敗1分け。貯金2。ね。で、ヤクルトは1勝5敗1分け。ちょっと苦しかったね。このゴールデンウィークね。5月4日の試合、5対11。ね。この試合。見れてません。すいません。阪神のいいところだったのに、タイガースファンの皆さん、すいません。というところで、結果だけです。マルテ、中野、サンズ、佐藤、ホームラン。で、西浦、ヤクルト、ホームラン打ってます。11対5です。グッゲーム。グッドだけ、お送りしております。で、5月5日ね、2対2の引き分けっていうところで、阪神ね、先発は青柳、安定してるね。で、クイックも早いし、グッド。だからね、これ、どこのチームもそうだけども、もう、ほぼ、進化、通信向け投げてきます。特に左は。あそこで投げるか、あそこから入れてくるかのね、スライダー。ここをね、やっぱ対応していかなきゃいけないなっていうところがね、あります。なんか、俊ちゃん、渡辺俊介の本当、配球見てるみたいな
感じです。でもそこをね対応されないんで、それはずっと永遠投げていくなっていうところでね、まあ、だとクイックが早いんでね、バッタータイミング合わしづらいかなっていうところも、あると思います。で3回表ね、阪神、梅のセンター前、根中のセンターフライで、青柳バンドグワーッツ、こういったところもねしっかりバンドするっていうのは非常にいいですね。で近本フォアボール、糸原フォアボールで、マルテがツーアウト満塁からライトへ2点タイムリー、奥川バーンと、よかったのよ、いい感じでね、腕も触れてたしね、非常に良かったんだけども、このね近本糸原の連続フォアボールバーンと、ここ勝負していかないと、どっちかとね、まあ、もちろんね行ってもやれないっていう思いはあると思いますけども、このフォアボールがね結果的にマルテのヒットにつながったかなと。もう満塁になったらねボール球投げるっていうところがなかなかできない状況の中でね、甘めに入って打たれるっていうところもあるんで、この近本糸原でね勝負したかったかなと。ヤクルト5回裏ね、サンタナセンター前で、ここがツーシームレフト前グワーッ、あの打ち方があのシンカー系をヒットにする打ち方だね、非常に、素晴らしいバッティングだったかなと。で奥川バント失敗バーンと、ね、青柳はしっかりバントしてたよ、しっかりバントよ、ね、でその後元山がねセカンドゴロ、山崎ライトへタイムリー、ぐーっとここで奥側のミスを山崎がしっかりカバー、しかも攻守にわたって山崎ぐーっと守備でもねいいプレー見せたき、山崎いいね、非常にいい活躍してると思います。で8回裏ピッチャーね岩崎、山崎レフト前、山田センター前で、村上463ダブルプレーで、いやーこれで終わったかと思った瞬間に、青木セカンド内野安打、ヘッドスライディングっていうか、避けながらのスライディングね、でもグワッツね、俺が言うのもなんだけどおじさん頑張ってる、グワッツね。でこのね阪神多分セカンド中野に変わってたと思うんだけども、あのこれちゃんと投げてればアウトだったと思うよ。まあそんなね簡単なプレーじゃないけども、あれを簡単にこなすっていうところもね、プロとしては求められるところで、まあ難しいけどね、だからバットじゃないけど、あれをちゃんとねファーストベースに投げれてたらアウト、まあね厳しい攻防の中での戦いだったけども、まああれのね青木の走塁、スライディングっていうのが生きてね、同点に追いついて、まあ結果ね2対2の引き分けっていう形になりました。で阪神はね7回裏ツーアウト2塁で、代打糸井、二塁ランナー佐藤、牽制アウト、バーンと大バーンと、代打の糸井何もしないで交代です。これはねダメだね、やっぱもうちょっと意識して、あとファーストコーチャーもねちゃんと入ったっていうところのねこう指示出さないと、まあもちろんねランナーがそれを見過ごしたっていうのもあるけども、そういったところをねしっかりやっていかないと勝つ機会をね失われる、いい状態で来てるだけにね、そういったところもしっかりやっていく必要があります。佐藤選手大活躍の予感がするんで、どんどん厳しくなります。野村監督言ってました、無視賞賛飛弾、一流飛弾されます、佐藤選手バーン、次回活躍期待します。ということで結果1勝1分けで阪神の勝ち越しでした。さあ続いて広島対巨人、5月3日2対3で巨人で、4日1対1で引き分け、そして5日4対0で巨人の2勝1分けということで、ゴールデンウィークは巨人4勝2敗1分け貯金に多いですね。グッド、ね、広島1勝1、2、3、4、5、1勝6敗1分け、やばいこれね、借金後どうしたんですか、鯉のぼりの季節にね、カープの鯉が泳がずっていうね、ところになってしまいましたけども、5月3日2対3で巨人の勝ち。広島はね9回表負けてても栗林登板無失点ね、この佐々木監督がこのねやっぱゴールデンウィーク負けてるからなんとして勝つぞっていうね意思表示としては非常に良かったと思いますし、まあ、この栗林もね非常にいいピッチング、グッピッチング、あとそういや新聞に載ってたな、あ載ってた、新人新記録14戦連続無失点、19年ソフトバンク甲斐野を抜く、非常に素晴らしい、ガーッツね。で巨人、9回裏ねピッチャー中川ね、阿部セカンドゴロで、ピッチャー、ビエイラになって松山ヒット、小園レフト前ヒットで、ピッチャー桜井で、石原三振で、菊池敬遠で、ピッチャー高梨で、代打田中を抑える、ガーッツ 4K と、俺初めて見たかもしれない、その負けてっていうのはあるけども、あと大量っていうところあるけども、この接戦の中で4系統でしっかり勝ち切った原監督采配、ガーッツね、まあ、ここでねビエイラが抹消されるんだけども、
この系統ね、行く方もすごい難しかったと思う。そのね、もう行かないとね、多分ビエラは一人だった、長川は一人だったから、この3分の1投げてビエラになって、この桜井高梨は多分行くと思ってないから、非常にメンタル的にもね、準備的にも難しかったと思いますけども、しっかりね、そこは後続を打ち取ってっていうところは非常に特にね、桜井高梨、ガッツ、素晴らしいかなと。あと、この中で好きなプレーあります。キャッチャー住みたい。ね。ピッチャー桜井、石原のね、三振、ノーボール、ツーストライクで、チェンジアップかな、ワイルドピッチ。で、これ、ワンボール、ツーストライクになって、続けて、チェンジアップで三振。スパイラルゴーツ!これは非常に良かったですね。この、まあ、ピンチの場面でね、このフォアボール、ワイルドピッチになって、ランナーがね、ワンアウト、二、三塁になって、で、バッター心情からすれば、落ちる球、変化球、ね、で、ワイルドピッチになりました。これ、もう一回ワイルドピッチにしたら、1点入りますと。っていうところでね、ここはもう、まっすぐやろう。って思うのがバッターですね。でも、そこをね、2回目は絶対止めるっていうね、意思で、住谷もね、その同じ球種をサイン出して、桜井もね、次はちゃんと投げるっていうところで、低めにしっかり投げ切った。桜井もね、グッと。だけども、その住谷の、やっぱ2球連続、同じね、ワイルドピッチしたけども、2球連続、同じ縦変化の球種を使ったっていうのは、キャッチャーとして、やっぱりすごいね。やっぱこういったところは一流だなと。佐々木の好きなリードです。ここで一番嫌いなのが、落ちる球、ワイルドピッチして。で、次、ストレートに変えるキャッチャー。あんまり好きじゃないです。まあ、戦略上、仕方ないのかなっていう部分もあるし、打ち取ればいいじゃんっていうのもあるけども、もう、プライドと強い気持ちの問題で、佐々木自身はそういった時にストレートのサイン出したこと多分一回もないよね。球種変えるのある、フォーク無理だ、だからスライダーにしよう。球種変える変化球の部分はあるけども、そこでストレート行ってもし打たれたらもうキャッチャーやめた方がいい。そこはだからもうそういう時に思ってたのは、もう打たれるとか打たれないとか、試合勝つとか負けるとかじゃない、自分に勝つっていうね。これは戦略上俺の考えはダメなのかもしれない。でも明日以降戦っていく上ではこういう選択もかなり大事になってくると思って、変化球、ワイルドピッチ、パスボールしても同じ球種をまた続ける、もしくは違う変化でも変化球の球を続けるっていうところが非常に大事になってくるところで、この住谷はね、そういった選択を取って、しかも三振取った、非常に素晴らしい。グッと、何回もグッとね。だから皆さんもね、そういうとこ見てれば、また面白いと思いますよ。やっぱりね、ワイルドピッチしてランナー3塁行きました。これがね、1点取られたら逆転、同点になるっていう部分で、バッターだったらどうですか?もうそれないなって思っちゃうじゃないですか。そこでやっぱりね、勇気を持って出して、次絶対止めるんだっていう気持ちがね、大事なんで、まあ多くのね、プロ野球試合ありますけれども、もしね、そういう僅差のゲームでそういう状況になった時に、キャッチャーは次何を選択するのか。そこでピッチャー首振ってる場合もあるんでね、そこはちゃんと見てあげないといけないところですけども、何を選択するのか、ぜひね、皆さんの好きなチームのキャッチャーのバッテリーの状況、そういうところね、しっかり見れば、また面白いところが見られるかなと思います。で、巨人はね、坂本丸ウィーラーがホームラン。で、広島はね、鈴木誠也のツーランホームランと、まあ、ホームランでね、まあ、パンパーンと3対2になってしまったっていうところはありますけど、この9回のね、攻防、非常に面白かったね。広島はなんとしても勝ちに行くっていうところと、巨人はね、この4系統でしっかり抑えるっていうところがね、非常に素晴らしかったかなと思います。5月4日の試合、巨人はね、1回、3回、4回、6回、7回、9回と、得点圏にランダー出すけども、一本もです。で、広島は5回裏ね、クローン、ライトへツーベース。で、小園がね、セカンドゴロ、ガッツ。こういう進塁打、大事。で、床田、レフト、ガッツ。犠牲フライ。この1点ね、まあ自分で取られた1点を、しっかり自分でね、取り返すっていう、こういうバッティングはね、非常に素晴らしかったかなと思います。まあ基本5月4日の試合見れてないんで、ちょっと経過遅れ的な感じになりましたけども、結果引き分けでした。5月5日、0対4、巨人勝ち越し。まあ広島はね、ちょっとミスっていうところがね、目についたかなっていうところはあります。1回裏ね、菊池センター前、続いて初期、バント失敗。で、鈴木誠也、6-4-3ダブルプレイ。ね。バント、きちんと決めてたら、ちょっと分かんなかったかも分かんないね。で、3回裏、ワンアウトから小園が、スリーベース、高橋、スクイズでもよかったんじゃないのかな。そう、うちに行って、菊池、まあ、菊池が状態いいからね、そこでもしミスが起こるよりも、菊池のね、ワンチャンスで生かすっていうところを取ったかもわかんないけども、スクイズでもよかったのかな、と、見てて思いました。で、7回表、ツーアウト一塁からね、隅田にセンター前、これが、センター初期、太陽で、ポロリ。ね。で、ファーストランナー丸、グッと、しっかり走ったね。でも、7回裏ね、2アウト1塁、同じ状況、小園、センターフライ、センター丸、対応が、
まぶしいってなってもキャッチグッド。さあこれをどう取るのかですね。太陽が出てるから仕方ないじゃんなのか、太陽が出ててもそれをどうするかがプロじゃないのかっていうところでね、まあ丸はねもともと広島にいたんでそういったところのね経験もあった中で、いろんな憶測経験っていうのが働いてねしっかりキャッチできた。まあ初期で言えばね経験ないかもわかんない、でもこっからはすごい厳しい。だからバットとは言わない、その難しさも非常にわかるからね。でも本拠地の中の不都合が起きることでミスをするっていうのはやっぱり許されないと思うんだよね。まあ今回は仕方ないとしても、だから次回からはそういったところになると何か対策をもっと練るとかね、そういう練習をするとか、やっぱりそのねマツダスタジアムはカープの本拠地なんだから、本拠地のデメリットを自分たちが被るっていうのはなくしていかなきゃいけないし、まあ僕らで言うとマリンの風で自分たちがそれでミスをするっていうのは難しいんだけど、やっぱり許されないんだよね。だそういったところでやっぱ本拠地の地の利を生かすために、そういったところね、太陽が出るのも分かってるね、分かったらもっとねどうするか、小指のサングラスにするのか、サングラスいろんなものを試して、どれが一番いいのかやってみるとかね、非常にまあ難しい問題ではあるけども、やっぱ初期でねここからうまく育っていくためにはそういったところもね、この太陽入ったから仕方ないねっていうので終わるんじゃなくてね、そこをやっぱり本拠地っていうことを考えるとね、これがビジターチームだったらなかなかね難しいっていうところもありますけど、本拠地っていうところがねやっぱ一番大事なところで、まあここはね、しっかり修正してね、次回同じようなないことを祈りたいし、いろんなねサングラスの種類も含めて、対策ね練ってもらいたいなと、思います。で広島、大道ねちょっと疲れてきたかな、一回休養でもいいかなっていうところもあります。開幕当初はねいい感じで投げてましたけど、若干体ねフォーム振るかなっていうところと、ちょっとフォアボールも出すんでね、勢いあるともね投げてますけども、いい意味でのねちょっと休暇っていうのもねあってもいいんじゃないのかなと。でここからね交流戦に向けてっていうところもねカープ非常に大事になってくるので、そこも良かったのかなっていうようなね感じで見えました。基本的にはね両先発サンチェスとね高橋がいい形でピッチングをして、試合がね閉まったところになりましたけど、カープはちょっとねミスでっていうところがね目立った試合になりましたし、ジャイアンツはねその同じような状況を丸がねきっちり取ったっていうところも非常にねまあ試合としては見てる方としてはね面白い形になりましたけども、カープがねこのゴールデンウィークちょっとねバタバタしたんで、まあここからねどう巻き返していくのか非常にね大事になってくると思います。結果、2勝1分けで巨人の勝ち越しになりました。さあということでですね、全チームお送りしましたけど、まあロッテとね日本ハムはちょっとコロナの影響でね試合3連戦中止になりましたけども、ちょっとねゴールデンウィークちょっと話がね薄いところもあるなっていうところもありましたけども、全体的にですねやっぱりちょっと子供との時間を大事にするためにですね、なかなか終えきれてない、見切れてない部分もあって、ちょっと薄い内容かなっていうところもあったと思いますけども、まあその中でねどこまでできるかっていうところで頑張って、やってみました。まあ皆さんね期待の内容じゃなかったかもわかんないですけども、木曜日今日休んですね、金土日また平日っていうか休日ですけども、まだここからねゴールデンウィーク佐々木的には終わりましたんでですね、ここからまたしっかり試合を見てですね、どこよりも濃い、どこよりも熱い、そして皆さんが勉強になるような装着やっていきますので、今後もぜひ見てください。そして明日のね気配切りね明日ありますんでぜひ見てください。さあということで今週はここで終わりです。まあまだね金曜日の日本ハム対楽天戦試合やるのかどうかまだ発表されてませんけども、今後ねどうなるか注視していきたいですし、皆さんもねコロナ感染気をつけてプロ野球楽しみください。ということで、金曜日からのプロ野球も要チェック。